皆さんこんにちは。 YouTube ご覧皆さんこんにちは。和田です。今日はです今日小川祐希さんと一緒に撮影が終わって一緒に飲んでます。皆さんももしよかったら飲んでください。小川さんも出会ってどれくらいでしたっけ？1年経ちます、1年くらいですかね。なんか僕がニコニコ生放送っていうところで生活保護を受給していた時に生活保護を受けてる生放送でその録画を YouTube に当ててたんですよ。でそしたら YouTube で大炎上して、でそのためのお母さんがご覧になってくれたんですよ。でそのまあそこからなんかその録画にコメント書いていただいて、ご縁で YouTube で生活保護の番組をさせていただいてます。で今日も小川さんをリスナーさんから買ってもらった一眼レフでかっこよく撮影させていただいたんで、後日アップロードさせていただきますので。小川さんすごいですね、3600人来たんですね。いやいやいや僕出会った頃小川さん800人しかいなかったのに小川さん増えましたね。増えましたね、伸びてますね。まあでもリスナーさんでやっぱり小川さんの放送すごく面白いって、動画面白いって、ファンの方から、はい、まあいろいろね、最近もういろんな大体ファンの方多いんですけど、ファンとかも賛成の方多いんですけど、中にはもう最近アンチが出てきた。アンチも出てきて、それはいいんですよ、いろんな意見があっていいんですけど、最近なんか小川さんにアンチが現れたらしくて。ネトウヨですか、主に。いや何も考えないじゃないですか。だって昼間からやってるから時間で仕事したいじゃないですか。まあなんか最近なんか一茶のね、はい、USA じゃないけど、あれマジでどこだっけ、USA だよね。一茶マジで USA。わかんないですか。まあ、おばあさんは今ネットのアンチと戦うっていう初の経験に。いやまあね、まあ戦うっていうのは別に言ったけどね、はい、コメント返すだけなんで、はい、別にいろんな人来ていいんで全然 OK ですから、ね、賛否両論、見てくださいいろんな意見あったら、まあね、それがここ中高じゃないんで言論統制はしてない。どういう風に叩かれるんですか。何を言ってくるんですか。いやだから例えばそのね、ある人ね、生活費を申請時に生活を受けたらね、妊娠はしないって誓約書を書かせたんですよ。おかしいでしょって言ったらね、おかしくないんだよね、自力で生活できないと妊娠なんかするのおかしいだろうって話、責任だって来たから、じゃあそれ違います、ちゃんと生活を受けながらきちんと余裕ができればいいんですからね、そういうこと言ってるんじゃないとね、自立化で責任が無責任だと話してたとか言って永遠となっちゃったんで、年上で回答やりましたけど、でちょっとプチ炎上みたいな感じでそれ賛否両論。まあでもあれは誰も稼いだからですね。まあ結構その方もなんかまあね、まあいろんな意見で構わないですよ。まあ引き続き僕と小川さん生活保護に関する知識を動画で広げていきたいと思っているので、チャンネル登録よろしくお願いします。あとやってほしい動画とかね、あぜひ書いてください、リクエストしてください。 USA、 あれ USA 生活保護ってね、これやっともらえかもしれない。じゃあ皆さんそういうことで疲れ様です。